はい、今日の撮影テーマは、ドリキンさんを超えろですね。RX02 の究極的な、ね、システムをねちょっと私作りましたので、今日はねこれのねテスト撮影をしていきたいと思います。簡単にねシステムを紹介しますね。こんな感じですね。まずはね、アトモス忍者 V ですね。これに、RX02 をね、外部出力で忍者 V にね録画するようなシステムになってます。でグリップがねこれソニーのね型番なんちゅったかな忘れましたけどね、Bluetooth でね、RX02 とね録画がねできるようになります。これねすごいのは、録画ボタンを押すとほらレコーダーも赤い枠つけましたね。はい、連動して録画がされるようになります。ここがそうですよ。でボタンまた押すとね、録画ボタンを押すとほら停止しますでしょ。忍者 V の方が停止する。で録画中はね、あの画面上のね、はい、映像は消えるんですけど、ISO ですとか、絞りは F4 これ固定だからね見てもしょうがないんですけど、シャッター速度やなんかね全部ねこういうふうに、ね、表示されるようになってます。まあこれがね究極の形じゃないでしょうか。ドリキンさん紹介のね、ブラックマジックデザインの 3500mAh の、ね、バッテリー早速使わせてもらってます。あの僕ドリキンさん尊敬してます。はい、こんにちは、安水でございます。今日の札幌はね今のところねちょっと天気いいですよね。はい、早速ですがね、忍者 V を使ってね撮影しております。で忍者 V とねそれから両方撮れるんですよ。 RX02 のね本体側でも録画し、忍者 V でもね、撮ってるというね、ダブルでね今ね撮ってる状態ですね。はい、簡単に言いますとね、忍者 V の方は、プロレスの422の10ビットですね。実はね RX02 から信号、はい、10ビットでねデータね撮ることができます。一応ね RX02 の HDMI 出力無圧縮で出力されるらしいんですけど、無圧縮っていうのがどういう意味なのかちょっと理解できませんが、忍者 V で10ビットのね映像になってね出力されます。いかがでございましょうか。はい、まあね8ビットとね10ビットの違いって言いますとね、どれくらい違うのかというと、まあ8ビットってはね二五路階調ってよく言われますよね。で10ビットが1024かな。はい、でまあ色域で言いますとね、10ビットがね10億色ですね。10億色ね使ってまあ色をねこう再現するんで、空のバンディングですとかねそういうのがこう出にくくなるっていうのが10ビットの特徴ですね。一方ね8ビットですと1677万色だったかな。はい、10億とね1600万のこの差は大きいんですよね。どうでしょうかね。はい、今ですねピクチャープロファイルなんですけどね、ちょっとね今までね設定がちょっと独自の設定だったんで、今ね PP のね一応6にね、設定してね撮り直してますが、空の階調とかね雲の階調どうですかね。はい、まあ8ビットとねちょっとこの辺もね比較してみましょうか。はい、オートホワイトバランスはね全部オートですね。それからですね、あホワイトバランスはオートですね。それと ISO もですねカメラ任せです。はい、ですのでね色味もちょっとね場所によってちょっと変わるとは思うんですけれども、どうでしょうかね。この雪の今ちょうどね太陽がバッツリ出てきちゃいましたけどね、
はい、一応ね、アナモルフィックフィルターつけてますね。ちょっとね、青筋をね、せっかくですのでご覧いただきたいと思いますけど、出てるかな、微妙ですけどね。はい、一応ね、アナモルフィックフィルターつけてますね。ちょっとね、青筋をね、せっかくですのでご覧いただきたいと思いますけど、出てるかな。はい、今日はねバッテリーの持ち給テストもやってまして、早速ねドリキンさんがねつい先日言ってました、ブラックマジックデザインのね 3500mAh の何ですか、ソニーの L バッテリーっていうんですか、はい、L 規格のねバッテリーをね装着してますけれどもね、ちょっと満充電にはできなかったんですけどね、今朝届いたばっかりなもんで。あとカメラの方はね、HDMI 出力かけつつの、カメラ側でもね録画撮ってるんですけど、今バッテリー半分ぐらい減りましたかね。はい、北家老さんのね建物ですけど、どうでしょうかね。はい、422.10Bitのね、画質感というのはどうですかね。8ビットと何か違いがありますでしょうかね。はい、ということでね、同調前に来ましたけれどもね、アナモフィックレンズって何で使うのかっていうんですけど、第一番の理由は ですね、なんとなく興味深かったからっていうことですね。機材マニアとしてはね、なんか面白そうだったからっていうことですね。で、もう一つの理由は画角が、横方向に 1.3 倍ぐらい広がるのかな。広角で撮れるようになります。で、ただし通常ね、アナモフィックの 1.33 っていうね、ダヴィンチで設定して、普通に映るようなんですけど、元映像っていうのはね、こんな感じになります。はい、それをね、なんていうのかな、 1.33 倍縦方向に圧縮するとね元の映像に戻ります。ですんでね、単純に普通に撮ってよく黒帯入れるとね、せっかくのねセンサーで捉えたデータを削る形になりますけど、アナモルフィックレンズを使うとね、まあ、圧縮して映像自体縮めるんで、一応全画素でね撮ってますんで、それをね削ることなく圧縮してね、さらにちょっと画質が良くなるんじゃないですかね。そんなことないかな。ドリキンさんからご紹介いただいたそのブラックマジックのねバッテリー、めちゃくちゃいいかもしれないですね。今までずっと撮りっぱなしで、電源つけっぱなしでモニターしてたんですけど、バッテリーまだ半分しか減ってないですね。はい、今日のね札幌は最高気温がなんか13度だかっていう予報なのかな、出てまして、ご覧の通りね雪がすっかり、溶けちゃった状態ですね。はい、出ましたね、10度超えてますね。びっくりですね。風は強いんですけど、今ね、手持ちで歩いて撮ってますけど、はい、一応ね手ブレ補正はオンにしてるんですけどね、普通に歩いて撮ってますけど、どうでしょうかね。はい、あ、ジャイロ情報って多分これ入らないですよね、忍者 V の方に。どうなんでしょうか、それもちょっとね今日確かめたいですね。はい、見えますでしょうか、今日は10度ですね。めちゃくちゃ気温高いですね。はい、ということでね、今日は、天気のいいね札幌、気温10度というところでね、プロレズ422.10Bitのねテストをしてみました。いかがだったでしょうか。今は時間は12時55分になりましたけれども、早速ね今日帰ってね、
プロレスロートね、8ビット420ね、420と422の違いなんかもね、空ぐれの耐性具合なんかもね、ちょっと確かめてみたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。